週刊 POTW ガチャから登場したアリン、アリン、ハラン、週刊 POTW ブースターハラン召し上がってきたのす。能力値ではね、さすがに過去のね、ショータイムとかが強いんだけど、ただ今回のハーランドの最大の強みがね、逆足精度最高のところなんだよね。フィジカルが完走してるんで、フィジカルと逆足精度最高のコンボでゴリゴリフィジりながら点を狙っていくと。ドリブル突破すごかったからね、もっとドリブル上がってもよかったかなというのはあるけど、決定力98、これ高いね。ハーランドってやっぱスーパーゴールを決めるんでね、右足今回逆足もね、いけちゃうんで、早速試合やっていきましょう。レディゴー。逆足精度最高のハーランドとかね、だいぶ貴重なんでね、やってくれるっしょ。よーし、行こう。まあ、ハーランはね、本当にゴリッゴリでいけちゃうんで、モドリッチから、よいしょ、うわい、右足、逆足最高からの、いきなりバイシクル。いや、初手でこれはえぐい。これができるのがもう今回のハーランドしかいないですからね。来た、はい、さあここでフィジカル、ゴリッゴリいってからの楽しい、モドリッチ、モドリッチ、モドリッチからここ、 OK、 いやまだある、ハーラン高さー、やーべえな、打点の高さ、これですよ。今回ね、やっぱ身体能力を上げてるからね、当てる、でハーラン一回当てる、これ狙おう、逆足精度最高、ハーラン右足ね。あのバイシクルのさ、ハイライト見たいよねー。ということで1試合目から多分今日一のスーパーゴラストかもしれない。これマジでやばすぎる。ちょっと背番号が8なのはね、惜しいところなんですけど、背番号9にしときます。このボールちょっとずれたところをさ、うわ逃さないよね。このハーランドでね、右足ライジング決めたいよね、もしくは右足ミドルシュート夢ですね。でこの時にボディーコンタクト入れる、 OK、 勝てる。ハーランのフィジー舐めてもらっちゃ困る。ここをやったこれがちょっとあんまり大きい声では言えないけどね、股間でゴール、股間でゴール当たるんですよね。これがフィジカルコンタクトです。カウンターがね、やっぱ刺さりますからね。ここをよいしょー、うー強っ、ライジングー、やばい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 、ハーランがもうバケモンと化してます。あそこのフィジカル99からのさ、右足ライジングファー抜き、もう理想のゴールじゃん。こっちですね、さすがに無理かさっきの何、さっきの何、今の謎のトラップ。うわ、そっちか、オナナ、よし、今週のオナナ。さあビニシウスからあらーん、ゴリゴリいっちゃっていいね、あのボールマジ永遠と飛んでいくぞ、ちょっと楽しいな。取った、はい、よし、入れ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 、うわー、パイレーツオブカリビアン、よし、さあこれはチャンス、さあもうワントラップからいこう、よっしゃー、いいシュート打つよね、ほんと。多分ゴールキーパーがあれですよね、コースを若干狭めてきたんだけど、それでもハーランは負けないでござす。マジで右足のライジング気持ちよかったな。さあボディーコンタクトで体を入れるからもう上げちゃおう、これ。いや、これもさ、ワンチャンいける、ワンチャンいける、いたー顔面に 3-0 勝利、ハットトリックですね。
自分もね中学校の頃ね、まあ、こんな感じのことがあったんですよね。ボールがマジで直撃してむちゃくちゃ痛かったんですけど、当時の先生からねジャンプしたら治るって言われてね、もう当たった瞬間痛かったけどめっちゃジャンプしました。いやナイスゴールだよハーランド。そしてこれですね、まあ、ここがねフィジカル生かしながらの右足のライジングシュート、ファー突き刺しで、やっぱこれ今回のハーランドしか打ってないですからね。というか今回のハーランドめっちゃ強いんじゃないこれ逆足最高強くない？多分能力値でね表せないぐらいの強さがあるよね。さてこの試合もじゃあ決めさせていただきましょう。うお見せるね、またやった、またやりましたね。あれハーランドあのパステクってない？上がってって伊東純也からモドリッチで、これをハーラン高い、マジここ上げたら大体決めてくれるな。よし運ぼう運ぼう運ぼう、一回当てようブロック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 から右足ボディーコンタクト最強、2回入れましたね。完全ロック状態を作り出した、やべえなあのロック。これぞフィジコン99ハーランド、しかも右足ですね、最後右足ミドルシュート、よっしゃーダブルボディコンタクトブロックロック、最高でしたね。ブルーロックみたいになってる、このロック最高ですね。ここで1回ロック、そして2回目でロックフィジカルコンタクトカンストロック最強ですね。ボディコンタクト右足のミドルも怪物だね。毎回いろんなゴール取ってくるからワクワクするよね。さっきのダブルボディコンタクトのねディフェンスロックからの右足ミドルも最高だったし、今回のハーランドのなんか不思議なパワーを感じるよね。ハーランが余った、でこれ両足使えるメリットを使いましょう。ここでぐるっとね回転切りからの、まあ一発ちょっとね見せていくと、でこれをね決めれたいんですけど高いデンベレハーランドが競ってからのデンベレだったね。これいやーこれキックベースだったらねもうホームランなんですけどね。さあ狙いたい、うまっ、いやーうますぎる、それはやられたね。さあリュディが出てきた、だったらこの男のものですよ。一瞬リュディガーにねカーソルがあった瞬間逃さないからね、うまい、いける、うわー超低弾道ライジン、チョップタッチからね、まあ、右足の前でしたけど利き足にゴリゴリ持ってったね。だどっちで打っても多分相当いいコースに飛んでいくんで、シンプルだね、シンプルにいきたい。さあここはい、いやーうおー体強すぎフィジカルコンタクト強すぎてマジであの状態から決まりそうになったぞ。今絶対入らない間合いだよねあれ、痛いデンベレーのところはオケファル、あのゴリゴリフィジカル侵入ペナルティエリア内ね、あれ決めたかったけどね。それではラストハーランドブースター週間いきますか。もうねこれでもかってぐらいのスーパーゴール連発してくれたんで、普通の逆にね、逆になんかノーマルなシュートが見たいね。ナイス、テオエルナンデスやめる、きたー、オッケー、うわーどんなのが出てくるか。ハーランがバイシクル準備に入っておりました。バイシクルの準備機構、うー何それ、入る、でここで回転切りからの右一線ですね。これが今回のハーランドやっぱ強いな、あそこで左に持っていく形だと取られちゃうんで、右側の回転切りから右のシュート強いっすね。でここ当てといて落として
これは無理か。ちょっとあの稲妻イレブンみたいなプレーができかけた。はい、デンベレー、モドリッチのパス受けて、これっすねー、ナイスシュー、胸トラから最高の右足インパクト、ハーフボレー。いや、これ今回のハーランドちょっと可能性無限大じゃない。ハーランゴラッソー、最後の試合にふさわしい2ゴール。コントロール力とね、ゴール前でのボールの置きどころ、右足インパクト、これまで気持ちよかったね、威力。はい、ということで今回は新登場した週刊ブースター逆足精度最高ハーランメイン仕様でした。今回の逆足精度最高はね、だいぶ怪物です。無課金、美課金の方とか、招待持ってない方は、個人的にかなりおすすめしたいですね。ぜひ、ハーランド当たった方のね、使用感、コメントもガンガンお待ちしております。また、ショーさんの、ブイ。